はい、ただいま質問を得ました宮本武史です。今日はもうメディアでも大問題になっている森友学園の問題、国有地売却問題、私財務金融委員会でもずっと追及してきましたが、衆議院の予算委員会、集中審議で取り上げて、追及をいたしました。でこれほど奇怪な事件はないんですね。そもそも同じほぼ同じ面積の隣の土地を豊中市が買うときには14億2300万円で買ってる。そしてこの今回の土地、同じ土地を別の学校法人が買おうと折衝したときには5億8000万でも安すぎる、低すぎると言って、買えてないわけですね。それをわずか1億3400万円でこの森友学園が買い取ったという事件なんですね。なぜそんなに安くなったかと。それは地中にゴミが埋まってて、ゴミの撤去費用を8億2000万円に見積もったと、こういう話でありますけれども、しかし本当に8億2000万円分その地下に埋まっているものを取り除いた、それを国は確認したのかと問えばですね、もう打った後は確認する必要がない、こういう答弁が出ました。本当に無責任な、国民の財産である国有地をそういうダンピングで売っている事実が明らかになりました。それでなぜ8億もの高い値段を見積もったのかといえば、小学校を建てるというので、瑕疵がないように、間違いがないように、がっぽり取るということを、見積もったんだと、これが航空局の答弁でありますけれども、文部科学大臣、それに対して、私 の, あの問いに対してですね、そういう、じゃあ、それだけ取らなければ学校は作れないのかという問いに対して、いえいえ、そういう法的拘束力がある定めはありませんと。いう答弁でありました。その証拠にこの理事長はですね、そんな全部取ってないですよと、運動場なんかは何もやってないですとこう述べておりまして、建物の建っているところ以外は何もやってないとすればですよ、それだけでも3億6000万円もの、この儲けといいますか、このお金が浮くということが明らかになっています。3億6000万円だけである保証はありません。だって確認してないんですから、一体どれだけ工事やったかは確認もしてなければチェックもしないという状況ですから、ますますこの取引が不可解であるということは明らかだと言わなければなりません。新委員長も昨日、記者会見で述べられたように、これほど奇怪なことはですね、政治家の関与がなければありえないのではないかということを今日私は問題にいたしました。私どものところにですね、実はこの土地の売買の以前に近畿財務局や大阪航空局とこの工事を請け負っている森友学園の業者が近畿財務局で会議を行ったというその資料が手に入りましたから、その資料の存在を示してですね、そういうものを提出せよと、出せということで迫りましたけれども、驚くべきことに財務省近畿財務局の答えは破棄したと。6月の20日に売買契約したその時点でもうまるで証拠隠滅のように全部廃棄したんだと、なんか法令にのっとってみたいなこと言ってましたけれども、議場で もう本当に驚きの声が上がるぐらいですね、まさに隠蔽だと言わなければなりません。すべてのものを出せということで迫っておりますので、これから一つ一つ事実がどうだったのか、どういうやり取りがされたのかということも、当議員団一丸となって解明していきたいと思っておりますので、どうぞ今後ともご注目をいただいて、日本共産党の論戦にご声援を送っていただきますようによろしくお願いいたします。ありがとうございました。